イオンモールリフは宮城県宮城郡リフ町に所在するショッピングセンターである。各店舗のジャスコリフ店のほかスポーツオーソリティや未来や書店などの入居するモール型、ショッピングセンターの東島とホーマックリフ店などの入居する西島等からなるイオンリフショッピングセンターとして2000年4月28日に開業した。投資設はジャスコ東北カンパニーの運営する。 初のモール型ショッピングセンターであった。各店舗のジャスコリフ店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンリフ店に解消した。当施設の名称も同年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い同年11月21日よりショッピングセンターの名称もイオン。 リフショッピングセンターから、イオンモールリフに変更された。また、2013年11月から、イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを、イオンモールの運営に委託することになったことに、伴って、同社の管理運営に移行している。なお、開業時の売り上げ目標は、全館200億円のうち各店舗のジャスコが92億円で、店舗面積も全館43,231。 平方メートルの内各店舗のジャスコが17,869平方メートルといずれも各店舗の占める割合が半分以下となっており専門店の比重が高い構成となっている2018年2月5日イオンモールがリフ町の施行する新中道土地区画整理事業内にイオンモールリフ新舟を出展すると発表し2019年7月末建設に着手した新は 鉄骨3階建てで体験型やアミューズメント関連の専門店の出店を計画し、既存旨との差別化を図り、2020年冬に開業を予定する。各店舗はイオンリフ店である。専門店テナントは約70店舗が出店している。専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間は公式サイト、インフォメーションを参照。 リフ駅、新リフ駅から徒歩約15分。詳細は公式サイト、アクセスを参照。岩切駅、東北本線塩釜駅、仙石線東塩釜駅北口ほか、周辺地域を巡回する無料送迎バスも運行されている。経路、時刻などの詳細は公式サイト、バスのご案内を参照。宮城県総合運動公園までも、比較的近いが、一目ぼれスタジアム。 宮城や積水ハイムスーパーアリーナでライブなど大規模なイベントが行われるときは長時間駐車により来店客の妨げになることなどから観客の駐車禁止の案内がなされる。ありがとうございます。